右、キネティックエネルギーインターセプター。左、SM-3 運動エネルギー迎撃弾は、アメリカ合衆国の弾道弾迎撃ミサイル。キネティックエネルギーインターセプターとも。米ノースロップグラマン社が、アメリカミサイル防衛局との契約に基づいて2010年現在、開発中の3段式の固体ロケットモーターを備えたミサイルである。 アメリカ軍が実施しているミサイル防衛計画の新たな兵器として、原油の RIM-161、スタンダードミサイル3を超える能力を付与するために、12メートル近くの長さを持つ、対空用としては、大型のミサイルとなる予定である。本ミサイルは、飛翔方向を制御するための翼を持たずに、水力変更によって方向を制御する。弾頭部には、 複数の小型ロケットモーターによって高機動力が与えられた運動エネルギー等射体が格納されている。これは大気が希薄となった航空でフェアリングが外れ目標の弾道ミサイルへ直接衝突するように軌道を修正して最後は目標をミサイルに直撃することで迎撃する運動エネルギー弾である。 並行して開発されている、グビーが大型で、乗車艇のものとされているのに対し、系は、やや小型で、機動的に運用できるようになっていることから、目標ミサイルが発射直後や加速フェーズにある段階で、迎撃することで、地上被害の最小化が期待でき、初段の系による迎撃に失敗しても、中間フェーズ以降において、さらに何段階かの迎撃手段を講じる。 時間的な余裕が得られると予測できる。発射装置は移動車両による地上発射と海上艦船の VLS から発射することが計画されている。本ミサイルのように大きな発射体も扱えるように、ズムールと旧ミサイル駆逐艦以降に採用される艦船用 VLS ではユーズを含むモジュラー式の発射システムも現在並行して開発されている。野木慶一。 多田,田智彦、多著軍事研究2008年6月号別冊、海事汎用護衛艦世界の戦闘艦技術、ジャパンミリタリーレビュー2008年6月1日発行、一春霊語33から6716、ありがとうございます。